こんにちは。カリフォルニアパティオ株式会社代表のエリックです。今日は我が社の製品であるガスバーベキューグリルの組み立て方を説明します。まず、このようなグリルの台の組み立てをします。箱を開けて部品を出します。この製品は約30分ほどで完成させることができます。ガスバーベキューグリルご購入の際は、www.bbqshop.jp にアクセスください。最初はグラウンドプレートに4本の脚部フレームをつけます。脚部フレーム1本に対し、ネジ、ワッシャー、ナット、すべて2つずつで固定します。向きに気をつけて、1本ずつ手で仮締めします。片側の2本ができたら、台を反対にして4本すべて仮締めの状態にし、最後にドライバーで本締めします。次に車輪の取り付けです。車輪の軸をこのように通します。そして、車輪の通し安全ナットで締めます。できてから台を立てます。反対側の車輪を取り付けます。モンキーレンチまたはスパナーで安全ナットを締めます。車輪と反対側の脚部フレームにフットカップをつけます。台を逆に起こします。脚部フレームの上側の先端にも4つのカップを取り付けます。脚部フレームにサイドダナー用の板を並べ、ドライバーを使ってタッピングネジで締め固定します。木材の板、片側3枚ずつ両方同じことをします。次にグリルの顔となるフロントパネルを取り付けます。フロントパネルの2つの大きな穴の後ろにガスバルブがつけます。ネジでしっかりと固定します。次に着火ボタンのガスバルブの右の穴に入れ、フロントパネルの裏側から大きなナットでしっかりと固定します。次にグリルボックスサポートをワッシャーとナットで脚部フレームに固定します。次にフロントパネルを前からかぶせるように配置し、タッピングネジで固定します。グリルボックスの中にある4つの穴にネジを差し込み、裏側にはそれぞれワッシャーとナットを取り付けます。
バーナーはグリルボックスの上から入れ、2つのネジでグリルボックス裏側から固定します。次はラバーロックを網焼きをグリルボックスの底に乗せ、網の上にラバーロックを均等に広げます。それから調理用網焼きをグリルボックスの上部に乗せます。2つの調整つまみをフロントパネルのガスバルブ部分に取り付けます。グリルボックスの上に蓋を乗せ、蓋とグリルボックスを合わせた穴に蝶つがいの留め金を入れ、割りピンで蝶つがいをしっかりと固定します。木製ハンドルの取り付けはボルト、星型ワッシャー、ナットでハンドルを蓋にしっかりと固定します。グリルボックスの中心にある裏側の穴にからグリース缶ホルダーを通します。これは肉を焼いた時に出る油を受け取るためのものです。これで掃除が楽になります。それからホースに調整器を取り付けます。最後に保温棚を取り付けます。調理網を一旦取り、保温棚の両端を差し込みます。直接焼きたくないものを仮置き場にするなど保温効果抜群です。開けた時このような動きとなります。これで組み立て完了です。快適なバーベキューをお楽しみください。